子供と一緒に見てますとか、ほら前に何て言ってたじゃないですか、うん、そういうのがやっぱり出てきたんで、うん、我々のね、なるほど、ちょっとね怖くなってきました。子供にどうかなと、はい、ただあのブレーキは踏まずに作りました、うん、今回も。あ、おすごい、さすが素晴らしい、はい、フリーでやっていきます。じゃあ、いや、まあそもそも家族で見てるっていうのがおかしいからね、この放送まあ確かに、いや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 、え、家族で、ん、どうしたんですか、杉さん、もうって、牛、どうした、牛買った、え、何、どうしたん、え、あれ、何よ、バッファローに、バッファローに引き殺された、杉浦さん、もうっていうおたけびだけ聞こえたけど、杉浦さんがバッファローにミノタウロスが来たね、あれ、斧で後ろから頭をガッと掴まれてやられたもん、やられちゃった、もうまだフリーズしたんだって、またラインでフリーズしたもうバサってやられたもう、そうバサって多分ね、リアルな話をすると、うん、多分ホコリとか入ってるのもマジでガンガンに、いやでも俺もホコリはめっちゃ入りますよ、うん、ちょっとあれだ、磁力、磁力、杉浦さんの体から出てるね、電波が